よう。なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。分かった。頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。
そうね。アクティベートしておいたから。会いに来たの。お土産があるんだ。早くこっちに来て。いい？それじゃあ出すよ。じゃじゃーん！なになに？ヒドゥンバイソンの肉？ちょっと、これってすごいレア食材じゃなかった？S級食材ですね。それが丸々一等分。褒めて褒めて。今から私がキリトにご馳走してあげる。ちょっと待て、この量をキリト一人で食べるのか？そうだよ、キリトならこのくらいの量ペロッと食べちゃうよね。ねえ、あんたの料理スキルってどれくらいなの？料理スキル？持ってないよ。スキルがないって、おいおい、それならそこの長級シェフに頼んだ方がいいんじゃねえのか？そういうなら私もそれでいいよ。私なら2つ返事で引き受けるわよ。 S 級食材なんてそうそうお目にかからないし。うん、任せておいて。おいキリト、俺はラグーラビットの件を常々恨みに思っていたんだが、よーし行ったな、今回は食わせてもらうぞ。アスナさん、もし食材に余裕があるなら私もお料理してみたいんですけど。うん、もちろんいいわよ、一緒に作ろう。はい。それじゃあ私も何か作ってみようかな。リズが料理なんて珍しい。悪かったわね、ちょっとした気まぐれってやつよ。私もお料理したいです。それじゃパパに美味しいもの食べさせてあげようね。はい。じゃあ私も一緒に作ってもいいですか？もちろんよ。だってみんなでお料理するみたいだし。そうそう、みんなでお料理しよう。はい、よろしくお願いします。みんなが作るなら私も作るし。どうするって？
べたいの？私の料理。冗談よ。で、何を作ろうかしら。相当いい食材なのよね、これ。まあ、勝手はわからないけど、聞きながらやればなんとかできるんじゃないかしら。その代わり、ちゃんと完食しなさいよ。シノノも一緒に頑張ろう。わかんないところは教えてあげるからね。じゃあ、誰が一番おいしい料理を作れるか競争しようか。競争ね。それだとアスナが1位確定になっちゃうけど。それなら大丈夫。私がみんなのお料理を完全監修してあげる。それよりも何を作りたいか、こっちの方が重要になってくるわよ。なるほど、味はアスナの保証付きってわけね。それじゃあ、誰が一番キリトが気に入る料理を作ったかで勝負しましょうか。うん、審査員、よろし。リズベット特製チンジャオロース一丁上がり。どうって言っても味はアスナの保証付きだけど。けど、でも問題なく食べられているみたいだし大丈夫みたいね。パパ、できましたよ。ハンバーグです。食べてください。またお料理作ったら食べてくださいね、パパ。はい、できたわよ、一応。でも、いくらなんでも出来上がるのが早すぎて不安だわ。ローストビーフよ。最低でも作るのに2時間はかかると思ってたんだけど。どうぞ、口に合えばいいんだけど。そう。褒めすぎよ。美味しいのは食材の良さとアスナが手伝ってくれたおかげ。まあそうだけど。
気に入ってもらえたならよかったかな。キリトさん、私の料理もできました。その私あんまり料理とかしたことないから、普通の肉じゃがなんですけど。緊張します。本当ですか？そんな大げさですよ。手伝ってもらって途中まではうまくいってたんだけど、盛り付けたらなんか美味しくなさそうになっちゃって。はい、牛丼。そんなに急いで食べなくても。そうなの？とにかく普通に食べれるみたいでよかった。そっかそっか、見た目が変でも味が美味しいなら合格だよね。私のよりすごい見た目。わかんない。食べて食べて。ちょっと見た目は悪いけど味は大丈夫。はい、キリト。てるのかな、それ。はい、キリト君、お待たせ。コトレッタ、ミラノ風カツレツだよ。付け合わせのサラダとトマトソースを作ってたら遅くなっちゃったけど。Thank you.
すぎだよキリト君。さあ、それじゃあキリト、そろそろ決めてもらいましょうか。キリトは誰の料理が一番だった？お弁当？それ美味しそう。ゆいちゃんにお弁当を作ってもらおう。頑張ります。よし、そんじゃ1位も決まったところで早速みんなで食おうぜ。こっちは早く食べたくてさっきからうずうずしてるんだからよ。俺もだキリト、早く食べようぜ。いただきます。よっしゃ、一生分の肉を食うぜ。熱くんじゃねえぞ、しっかり味わえよ。そうは言っても、高級食材なんだから、止まらねえよ。そんなに焦らなくてもまだたくさんあるのに。ものすごい食欲です。でもこうやって自分の作ったものを食べてもらうのは悪くないわね。そうそう、私が鍛冶屋をやっているのも相手に喜んでもらいたいからだしね。皆さんおかわりもありますからね。私たちも早く食べないと自分の分がなくなってしまいそうです。私のもどんどん食べてね。いやー、堪能したぜ。俺生きててよかったよ。まったくだ。3日に一度はこんな日があるといいな。もう大げさね。でも本当にどの料理も美味しかった。思い出すだけで幸せになれそう。お粗末様でした。あれだけの食べっぷりを見せられると作ってよかったって思っちゃうな。みんなでこうやってワイワイやるのってすっごく楽しいね。キリト、私今日はここの宿屋に泊まっていくね。私もっとみんなとこうしていたいな。大歓迎ですよ。夜はいっぱいおしゃべりしましょう。うん、賛成。ストレアさんのこといろいろ聞かせてほしいな。Can't stand the way you talk all high and mighty, Thunder Tits! He's... No.